ジャージー、ジャージー大官官かつくは、イギリス海峡のチャンネル諸島のうち、ジャージー島のかマンキエ諸島やエクレウ諸島などにより構成されるイギリス王室属領である。首都はセントヘリア。イギリス国王をその君主とするが、イギリスの国内法上は連合王国には含まれないイギリス王室属領として位置づけられている。 そのため、イギリスがその外交及び国防に関して責任を負うものの内政に関してイギリス議会の支配を受けず独自の議会と政府を持ち海外領土や植民地と異なり高度の自治権を有している欧州連合にも加盟していない。したがってイギリスの法律や税制欧州連合の共通政策は適用されない。正式名称は英語ではフランス語では ベイラウィックないし、ベイリージは、大韓、ベイリフないし、ベイリーの管轄区のい、通称は、英語では、フランス語でも、日本語では公式には、ジャージー大韓管轄区と訳される、脱税の防止のための情報の交換及び、個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定上一項号が、 単にジャージーなどと呼ばれることが多い。牛のジャージー種の原産地であり、また、衣類のジャージーの語源になったと言われている。アメリカ合衆国のニュージャージー州の州名も、この島に由来する。9世紀から10世紀にかけて、バイキングの活動が活発だった。933年、ノルマンディーギ儀王ム一世、朝剣皇はチャンネル諸島を含む領地を、 ブルターニュ公国から奪った。1066年、ノルマンディ公ギオーム2世、征服公はイングランドを征服し、イングランド王ウィリアム1世として体感した。それ以降、イングランドとノルマンディ地方は一つの王室の元に死されたが、イングランドとノルマンディは異なる。言語、法律、通貨によって別々に統治された。ジャージー島はノルマンディ公領の一部として、 ノルマンディの法律が適用された。1204年、イングランド王権ノルマンディョン・ケツチオは、フランス王フィリップ二世に、ノルマンディ地方を剥奪されたが、ジャージー島は、イングランド王領に泊まった。それ以来、ジャージー島は、歴代イギリス王室の直轄地となっている。 1940年5月1日から1945年5月9日まで、ジャージー島はナチスドイツに占領されたナチスドイツによるチャンネル諸島を占領。国家元首はイギリス女王。女王に任命された副総督が代行する。副総督は軍隊の総司令官としての役割も担う。副総督は女王の代理としての象徴的な存在であり。 議会に出席し発言する権利はあるが、伝統的に着任取離人の挨拶以外には発言することはない。ただし、女王の特別な関心事に関わる決定については、議会に対する拒否権を持っている。議会は一員制であり、大官、副総督、十人の元老議員、十二人の教区長、二十九人の大議員、主席司祭、司法長官及び訴え、 ストム長官によって構成される。司法長官及び訴え、ストム長官は女王によって任命され、法律問題に関する助言を行う。議会に出席し、発言する権利を有するが、議決権はない。歓迎により、政治に関わる発言はせず、職務上の問題についてのみ発言する。主席司祭はジャージーにおけるイギリス国教会の長であり、 議会に出席し、発言する権利を有するが、議決権はない。歓迎により、教会や道徳に関わる問題についてのみ発言する。言動議員、大議員、教区長は、選挙によって選ばれ、議決権を与えられて議会に出席する。言動議員は全党を一つの選挙区として選出される。1948年に設置された。 設置当初の任期は9年であった。1966年から2011年までは定数12人、任期6年で半数の6人ずつ3年ごとの10月に改選された。2011年の選挙では改選数が4人、想定数10人に削減されるとともにこの選挙で当選した議員の任期は3年である。二千十四年十月の選挙では定数が八人となり、 全数が改選され、任期は3年7ヶ月である。2018年以降は5月に選挙が実施され、任期4年となる。大議員は1856年に設置され、党内22ににある各教区に置かれた計29の選挙区から選出される。小選挙区制であり、大きな教区には複数の選挙区が置かれる。任期は3年であり、選挙は 元老議員選挙の翌月の11月に実施される。2011年及び2014年の選挙は、元老議員の選挙と同時20月に実施される。2014年選出の大議員の任期は3年7ヶ月となる。2018年以降は5月に選挙が実施され、任期4年となる。教区長は、各教区で選出され、教区の行政を司るとともに、 教区の代表として議会に参加する。任期は3年である。2018年5月以降は任期4年となる。議会を構成する議員たちは一つないし複数の委員会に所属している。以前はそれらの各委員会の委員長が政府の各部門を統括していた。2005年12月に政府組織を従来の委員会制から内閣制に改めたため政府の 各部門は議員から選出された大臣によって統括されている。大臣で構成される閣議は首相によって主催され、行政に関して議会に対する責任を負っている。大臣は10名、副大臣は12名以内である。また20名以内の議員からなる、関西委員会が内閣の活動を監査する。大臣を要する行政組織は、首相府、経済開発省、教育、スポーツ、 文化省、保健、社会福祉省、内務省、住宅省、環境省、社会保障省、運輸、技術省、財務、財源省である。従来、議会に政党は存在しなかったが、2005年の内閣制以降を踏まえ、中道左派のと中道右派のが新たに結成された。2005年10月の元老議員選挙では、ジャージー民主同盟が2名。 中央党が2名の候補者を擁立したが議席を獲得することはできなかった。翌月の大議員選挙では、いずれの政党の候補者も無所属の候補として立候補した。でが3議席を獲得した12の教区に分かれている主要産業は金融業、観光業、農業である。党内には50の銀行があり、GDP の約60%が 金融業によるものである2005年現在、租税回避値として世界的に知られている。所得税の税率は一律20%である。2008年5月6日に消費税が税率3%で導入された。2011年6月1日に消費税率は5%に変更された。2011年には英国のシンクタンクにより世界第21位の金融センターと 強化されている主要な農産物は、ジャージー牛による乳製品、ジャージーロイヤルポテトと呼ばれるジャガイモ、商品作物及び牡蠣である。乳製品は、イギリスや EU 諸国へ輸出されている。島内の公共交通機関は、バスのみである。道路交通は、イギリス同様の左側通行である。住民は主に、 イギリス系の住民とブルターニュ系のフランス人である。宗教は英国国教会が62%でカトリックが23%。絶滅の危機に瀕している動物を繁殖させ元の生息地に返すというコンセプトを持つジャージー動物園がある。国家はマノルマンディである。フランス語と英語歌詞がある。ジャージー島を舞台とした小説フィクションに ローレンス・ノーフォーク著のジョン・ランプリエールの辞書がある。1992年度のサマセット・モーム賞を受賞した同作品の発端はジョージセ世1世の1786年のジャージー・ホン島・ブーリー・ワン付近に設定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。